久保さん。やっぱ久保さんはやっぱうまいっすね。すぐ乗っかってきますね。<laughs> まあ、キーワードをガンガン入れといたんですけど <laughs>。もうすぐ使ってくるっていうね <laughs>。もうすぐ分かりますよね。経験者だから。なんで僕がこういうキーワード入れるのかっていうね <laughs>。それ、熟練度が増すと分かりますよね。で、えっ、ー、と、なんですかね。えー、今回は一人セミナーですかね。その、一人セミナー。 まああの2月19日に僕はあのセミナーやることがもう決定しましてまあそのセミナーやる目的が一人の人のお客さんのためにまあやるんですけどもまああのほとんどの人が集客できないっつってね集客が少ないからセミナーできないとか,なんか言うじゃないですか一人でセミナーやればいいんじゃないかなみたいな一人ぐらい集客できるじゃないですか一人も集客できないんだったらそのビジネスやめた方がいいよって話ででも一人だったら集客できると思うんですよ頑張れば多分ね頑張れば絶対できますよ一人は で、一人でセミナーやればいいじゃないですか。でね、じゃあこれ、一人に対してセミナーやってね、なんか意味あるんですかみたいなね。それ聞いて、それやって意味あるのみたいな。めちゃくちゃ意味ありますね。堀江さんは一人でセミナー絶対やらないですね、うん。久保さんのさっきの話じゃないですけども、<laughs> ね、あの, <laughs> あの、広島でこう会えるのは、広島で会えるのは久保さんなんですよ。だからこれもカスタマイズしてるってことなんですね、ビジネスを。僕は、 あの1人でもやりますでその1人でセミナーは1人のでさらに言うとこれは僕はお客さん側ではないですけどもお客さんの立場になったらどうなのかっていうと私のために僕のためにたった1人のためにセミナーを開いてもらったっていうその恩恵ですよねその感じ受け取っていただける感じ方っていうのがめちゃくちゃ濃くなるんですよめちゃくちゃ濃いですでもねそれが100人とか1000人集まってるセミナーだとそうはならないんですよ でも、講師がいて、一人のお客さん、これでもう、がっつりセミナーやったら、この受け取る量っていうのは半端じゃないですよ。じゃあ、どうなるのかっていうと、結局、まあ、ライフタイムバリュー、お客さんの生涯、お金を払うお金、あの金額っていうのは変わります。受け取る重みが変わるので。だこういうことを僕は教えてるし、あのやってるんですよね、実際に。だから、カスタマイズしてるってことですね。うん だから、1000人に対しての1000人、昔ね、僕、あの、七星さんの5000人セミナーとかね、参加してきましたけど、まあ、すごいですね、あれ、すごかったですね、5000人も、5000人、1000人セミナー5000人だったかな、もうめちゃめちゃ人いましたからね、めちゃくちゃ人いた。あ,あれもあれですごかったっすけどね、さすがに。あんだけの人集めるっていうのすげえなと思ったんですけど。あれはね、まあ、もう多分、伝説でしょうね、あんなセミナーもう開催されないと思うんですけど。 よう集めたなと思うんですけど、うん、まあアフリエイターさんも相当使ってましたけどね、うん、めちゃめちゃもうお祭り騒ぎでしたからあれはすごかった、うん、でもねまあそのすごいね僕はイベントみたいなのできないですし、まあ、集めようと思わないですしできたとしてもね僕は一番パワーがあるのは結局1対1のセッションこれが一番究極のカスタマイズだと思いますね うん、これに勝るものはないと思いますよ。うん、1対1ですよ。これに勝るものはないですね。 いやー、久保さん、アマゾン便利ですね、ゾン,ゾンまた注文、来、まあ、ましたね。ありがとうございます。田舎でも Amazon 届きますね、はい。あ、じゃあ今の話からもね、どうですか配送も一人一人に届けるじゃないですか。どうですか <laughs> こう、究極じゃないですか。一人一人に届ける、ありがとうございますってなるじゃないですか。ね。<laughs> 届く、複数に届けるってことが、まあ、難しいと思いますけどね。 ね、だって商品1個しかないんだから <laughs> 注文してるねもう個別カスタマイズですよね個別の住所にこう送っていただけるっていうねありがたいですね、うん、だからまた注文するじゃないですかこれが注文しても届かなかったら注文しますアマゾンで注文入れます自分の自分のねあのじゃあ公園に、ね、公園に取りに来てくださいっていう注文だったら注文しますまあそういうことなんですよ 僕今言ってることは公園に物がいっぱいあります取りに来てくださいっていそのサービスきつくないですかでも一軒一件ね自分の注文したものが一件一件届くんですよ一人にカスタマイズされてだから注文アマゾンでまた注文するんじゃないですかこれが公園に取りに来てくださいって言ったらしんどいっすよ <laughs>、ね <laughs> ね、広島の参加公園に来てくださいみたいなね <laughs> え広島まで行くんすかみたいな しんどいですねね、久保さんね <laughs> はい、いってらっしゃい